誰か知らんけどケトル自体が故障しててコンセントを挿すとキッチンのブレーカーが落ちることが分かりました。ケトルのコンセント抜いてブレーカー戻したら全部のコンセントが復旧して無事冷蔵庫とかもなんとかなりました。
12時を回って1時前です。平日3日間の様子を今こうやって動画編集してまとめてきて、今その3日間を振り返ってしんどかったなっていうふうに思う部分が大きいです。楽器が始まって、ね、全楽器の課題も今残ってて、些細なことなんですけど、あの電気がどうこうとかチェアメイトさん探したりとか、そういうのが結構重なってて、で奥さんの体調もまだ全開じゃないし、僕もこのガラガラ声っぽいのがまだ長くて全開とは言えないし、対面でこうやって授業を受けてきて、大学も2年目になって課題とか求められるレベルっていうのも全然違うのが分かるし、今学期は20日間の教育実習みたいな感じで学校に英語を教えに行くみたいな、そういう科目を今取ってて、今までになかった大変さがあるんだろうなっていうふうに思うと、楽しみだなとかそういう気持ちと、まあ、同じぐらいやれんのかな、無理じゃないかなっていうのがあるのは正直なとこです。今まで英語の教員を日本でやってきて、心配だな不安だな失敗するんじゃないかってあんまり思ったことなくて、人前で話したりとか初めての内容授業やるとか新しい学年に行くとか緊張とか心配とかあんまなかったんですけど、だけど今現に普段と違うようなこのプレッシャーとかストレスとかそういうのを今体感してることを考えると、今まで快適だなっていうふうに思ってたコンフォートゾーンっていうのを多分出たエリアに今いて、その中で自分が奮闘しながら適用できるように今自分の中で頑張ってるんだろうなっていうのを客観的に動画を作りながら感じていました。これからも自分が今まで予想してなかったような大変なこととかストレスとか不安とかで結構やられちゃう時もあるかもしれないんですけど、支えてくれてる奥さん、日本にいる家族、友達とかいろんな人たちの支えがあることは分かっているので、それを心の糧として頑張っていきたいなというふうに思ってますので、今後も応援をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。